ッェルさんの場合は、えっと、自分はもともと男性好きでしたというのを最近アピールしたんですけど、えー、医学が進歩していき同性愛の性思考がなぜ発,明発生するのか解明された場合生前診断で同性愛の性思考の赤語が選択されず同性愛者がいなくなる可能性は高いでしょうかそれとも性別という概念がなくなる可能性の方が高いでしょうか。 えー、偏見をもとに喋りますけども、偏見というか、あの、あんま根拠がないものを喋りますけど、生まれつきの、その、えっ、ー、と、正徳的な同性愛の人と、後天的な環境と考え方による同性愛の人の2種類がいると思っています、僕は。 生まれぼった瞬間から、な,なんとなくその、最初から、まあ、仮にじゃ男性器を持ってもらえたとして、なんとなく、その男性の方が好きだよねっていうのを子供の頃からずっと思い込んでるパターンの人とか、逆にその、女の子にめちゃめちゃいじめられて、女の子をめちゃくちゃ嫌い。 で、男性の方が信頼できるし、なんか変なことも言ってこないし、割と仲も、そなんか、あの、まあ、あの、そんなに一生懸命喋らんなくても、なんか考えが通じるし、この人と一緒にいる方がいいよねって感じるっていう、後天的なタイプの同性愛の人もいたりするので、なので、なんか一概にその医療的に、じゃあ、そのなんか、遺伝子を研究するとか、脳波ウウを研究するとかっていうので、分かるタイプもいれば分からないタイプもいるっていう形なので、100%医療的なことで分かるっていうタイプじゃないんじゃないかなと思いますけども。 あとね、その、本人が言ってることが本当に正しいのかっていうのもあって、のまあ、あのコメントでリューチェルさんはっていうのがあったんですけど、そのリューチェルさんの場合は、えっと、自分はもともと男性好きでしたというのを最近アピールしたんですけど、その前は別に異性愛者ですと言ってたわけじゃないですか。なので、どっちが真実かって、まだ僕、いまだに分からないと思ってるんですよ。途中からやっぱり男性の方が好きだよねというふうになったのかもしれないけど、生まれつき 男性の方が好きでしたと言った方が社会的に許容される夫婦関係もうまくいくと思って言ってるかもしれないんですよ。もともとこれは嘘ついた設定で言った方がいいなって思って言ってる人の場合は新しく言ったことが真実かというと新しく言ったこともそれも社会的にこう言った方がいいなという設定で言ってる可能性があるんですよ。なのであの一回嘘をついてもいいと思った人が言ってるセリフは 本当に真実なのか嘘なのかは分からないという立場で僕は見ちゃうんですよ。で、ヒカラキヨシさんもだからどっちかどっちか分からないっていうので、自分が思い込んでしまうタイプの人っていうのもんですよね。 今こんだけその,、まああの男性が好きなんだから生まれつき男性が好きだったような気がするそういえばあの男の子かっこいいと思ってただからやっぱり生まれつきなのかなっていうその記憶をたどることによって過去からそうだったというのを思い込んでしまうっていう本人のその考えの問題もあったりするんですよその子供の頃にそのなんかあのこんなことがあったよねみたいなのって結構その 思い返してみたら、実はそれは本当に起きた出来事ではなくて、テレビで見たドラマのシーンだったりする人っているんですよ。 なんか子供の頃こんなことあったよねっていう話をしてて、あの友達と、あ、確かにあったっていうので同意してるんだけど、実は同じドラマを見ただけだったみたいなのもあったりするので、なんか昔の記憶というのは結構ね人間って適当なんですよ。なので、そのなんかあんまりその、こう、遺伝子がどうこうとか、正徳的なものがどうこうっていうのはなんか一概に判断するのは難しいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。 えー、原因なのですが、子供が欲しい思いがあります。最近、学生時代の友人、女性にある程度事情を説明し、契約結婚をする約束をしました。相手にもいろいろ事情があり、乗り気に見ました。彼女と結婚の上、人工受精により子供を授かることは、ひろきさんの価値観的に受け入れられますかはい。恋愛感情のない結婚生活うまくいくでしょうかはい。友人としてはなんかなり仲いい人です。はい。全然問題ないと思います。あの、まず何か誤解してらっしゃると思うんですけど、お父さんとお母さんが、あの、セックスしてるかどうかって、子供が知ることはないです。 で、それを説明する必要もないです。なので、お父さんとお母さんです。私はその子供です。で、それでいいんですよ。あの、実際にあの、どういう講をしてるかどうかとか、どういう講をした結果僕が生まれたかとかって、知る必要ないし、知ることもないじゃないですか。なので、普通に、あ、お父さんお母さんはこの人なんだっていうので、何の問題もなく育つと思うので、いや、夜中にあるでとか、まあ、わかっちゃう子もいるんですけど、あの、夜中その、なんかね、 ですなあの夫婦もいるのであの言わなきゃ絶対分かんないですはい18歳女です最近家飲みのお泊まりの時友達とコスプレッチをしてしまったのですがこれからどう接していいか不安です本当悩んでいますくねてください私は処女ですが全く抵抗がなかったことも怖いです相手が自分をどう思ってるかも気になりますお互い同じです中堅店のキャバ嬢ですレズビアンではないと思いますまあ別にノリで面白そうだからやったっていうのとあとコスプレをしていてそのまあ 見た目だったりその衣装だったりとかを変えることで本来の自分ではないっていうことで本来の自分ではやらないようなことをやってしまうっていうのがあのコメントで友達派ってなったんですけどこれ友達女性ってことだと思いますけどなのでその要はあの仮面武道会みたいなのが昔あったんですけど要は仮面をつけることで本自分のもともとのそのあの 社会的な顔つきやりたいこととかではなく別のそのペルソナって仮面をかぶることで別の人格でその立ち振り舞いをするみたいのがあってなんでそのコスプレ好きの人ってその単純にその服を変えるっていうんじゃなくて見た目と服を変えることで別の性格別の立ち振る舞いをしても許されるんじゃないかっていうことで本来抑えてる自分のそのやりたいことみたいなのを前面に出してしまうっていうのがあったりするんですよね。っていうのをお互いにやってみてそんなにあのが乗り切で面白かったってことなので単純に にその毛があったってことだと思うんですよね。なので、別にあのその毛があったっていうことで、そっち側も試してみればいいんじゃないかなと思います。い、別にそのあのキャバ嬢で勤めてるって事は多分見た目もそれなりにいいと思うんですけど、見た目がいいにもかかわらず、彼女がいないっていうことは。あ、彼氏がいないっていうことは多分男性。そんなに好きじゃないっていうことだと思うので。なのでべその今までその気づいてなかっただけで、実は女性の方が好きっていうタイプかもしれないので。 2丁目とかに行ってそこらへん相談してみるといいんじゃないですかはじめまして、いきなりのですが、世間ではジェンダー平等が注目され始めてますが、それが達成されていければ、男性が高収入、安定した生活をさせてもらえる女性を魅力的と感じ、結婚するまたはできるようになると思いますかそういう人も全然いるんじゃないですか玉残し、あれ、玉残しって本来は、あれ、なんか男性のがお金持ちに結婚することなんだっけ逆玉がなんか逆なんだっけどっちか分かんないですけど。 で、別にあの、普通にそういうのあるんじゃないかなと思いますけど。あの、まあ、そういう意味で、その、女の人が金持ってるっていうので、一番成功した例でいくと、あの、ロレアルの創業者の、と、奥さん孫か、なあ、奥さんか。奥さんに、の恋人になったカメラマンっていう人がいて、で、その人が確か、40億だか50億だかもらってるんですよね。 で、紐にそんなお金を渡すのはいかがなものかって言って、その子供がお母さんを訴える。 要はあのお母さんに対してひもにそんな金払うなって言って裁判をするっていうのになってあの世間的に「そんな金払ってんのカメラマンに」っていうのがあの白日のもとにされてスキャンダルになるっていう面白いニュースがあるんですけどそんな感じであの経済的なあの権力のある女の人にこう仲良くなるとそれぐらい儲かることがあるっていうのがあるのでうんのイケメンは頑張って紐になるといいんじゃないかなと思います。 えー、広瀬さんこんばんは Twitter でマイノリティについてツイートされているのを拝見しました、えー、自分はマイノリティは極端な思考の人が多いと感じますかどう思いますかえー、違いますえっ、ー、と、49%の人はマイノリティです 100人のうち3人が考えていることもマイノリティなんですけど、あの、100人のうち49人が考えていることもマイノリティです。多数か少数派というのなんですけど、ただ、少数派のマイノリティの人ほど、なんかの、声がでかくて感情的な人が多いので、なんかおかしな考えというふうに見えることが多いというだけです。はい 最近だと家族法制の新法案で共同親権が盛り込まれた案がパブコメ開始してますが、令和新選組の議員が共同親権は100がやって一員なしと極端なハッシュタグをつけて抗議したり、博多駅の事件などにすべて親権問題を結びつけて抗議してました。えっと、少数派の意見でおかしな人が多いというだけで、少数派がいつもおかしな人がいるというわけではないです。じゃあ、例えば、あの、信号で赤と青と黄色、どれが好きですかっていう質問。 じゃあアンケートを取ってみようかなであの僕が今なんでこのアンケートをしたかっていうとあのマイノリティの人は頭がおかしいっていう人が多いっていうのなんですけど赤と黄色を選んだ人は頭がおかしいです <laughs> っていうのって一応18と16なんでマイノリティなんですけど 18%16% があのマイノリティなんですけど別によくね赤好きでも黄色好きでも。 だから別にあの少数派だから頭がおかしいわけではないんですよ。単純に今みたいなどうでもいいものを選んだとしても少数派と多数派は必ず出るんですよ。いやその物事を選ぶっていうのは多数が1個で残りは少数なんですよ。なのでその少数派だからおかしいというわけではなくたまたま世の中には頭のおかしい少数派の人がいてその人が目立ちやすいというだけなんだと思います。 えー、ネカマをすることにハマっています。自分としてはネカマの技術は優秀だと思っています。これってどうにかお金になりませんかえっと、VTuber で性別、あの、まあ、偽ってというか、あの、性別を正直に言わないでやってる人もいるので、なので、VTuber とかになればいいんじゃないですかあの、結構あの、ボイス変換フィルターの性能のいいやつもあるので。 あと、もともと声高い人って、あの、その変換フィルター使いやすに、あの、ま、あ相性が良かったりするので、ちょっと高めの声で喋って、その女性っぽく喋る練習みたいなのもするといいんじゃないかなと思います。